かも、そうそうそう思ってるドラドラ感ね。ちょっとまだね、親番がありますから現実味を帯びてきますよ。そうだね、この親が終わんない限りは本当ありえるよね、うん、猿川もさすがに勝俣も浅見も時間かかります。この手本当だ、なんか急に手がしょんぼりしてる。浅見はね、なんかせっかくトップ取ればプラスになれるぞって思ったらこんな仕打ちですよ、はい、うん、辛い。今日は渋川の荒稼ぎモードが来たか。そうだね、まあ確かに今までがちょっと三ラスですからこのぐらいのことはあるか。難しいですね、確かに9ピンね、今ちょっと切りたそうにしてるんだけど、多分プラチ1ピンでね、9ピンくらいだったらもういっそ1ピン1ピンでもよくねみたいな、そういうことですね、うんうんうん、はい、今そういう思考でした。これ何も手が動いてないけどそんな感じだったと思います。伝わってきたんですね。そうそうそう、キューピンって基本的にはチーピンを2枚立てて使うって感じなんで、だとすると EP もいらないですよね、うん、さあ浅見は苦しいこの手配、そうね、受けも考えざるを得ないですね。うん、こういうのね、まあ確かに一番悪い手の時の方が考えることが大事かもしれないね、はい、進め進め、うん、さあこちらは 1,2,3,3 色が見えるか猿川。そうですね、猿川はねリズムで満貫見えてるんで頑張りますか。勝俣もな、まあまあロービにくっつけば、浅見さんだけはちょっと本当にかわいそう。そういい消し部、うん、順調ですね、順調の伸び。形だけ見ると勘違相払いなんですけど、まあ9ピンでドラ固定する手もある、まあ勘違相払いが、これは形上は普通ですね。さあ完了ピンが入りました。おナイス、猿川が3色のイーシャンテンです。まあ、観浪ピンドラ表示牌か、まあでも2枚ありますね。そうですね、うん、勝俣はウーソー3番どっちか、パーソー急走が3切れでしたね。なるほど、はい、大体ね、えなんでって思ったら顔見れば答え書いてあるんですよね、はい、うん、さらに上行くかイラジでも老僧もいらないから先に切るか、うん、1,2,3 切りですかね3色は、まあ、ただ今数ワン残しておくと、はい、チーピン引いた時に、ええ、今度はウーピン切ってね勘ワン受けができるんで、うん、目いっぱい持つ手はありましたね。ただそれよりも例えば渋川からリーチって言われた時に一巡発を切れるっていうところを重視したわけですね。そういうことです、さすがです、もうスーパーナイスフォロー、 ありがとうございます、はい、赤ウピン最高ですね、ちょっとやる気出ますね、まあ、3は切りたくないんでしょうね、だからペイかトンのどっちかを切ろうかな。ソースもありですか。ペイとトンはどちらも場に出てない、ローソーが2枚切れ、もうローソー2枚切れで形を重視した感じですね、はい、もう5、6、7の3色は捨てました。さあ楽しみなのはこの手です。そうね、ドラドラ楽しみかわしたよ、うん、これでねもう全てを逃せない、はい、こんな、はい、6万8000持ってるからね。渋川って結構このデカトップの場面で箱で登場してますよね、なんか箱店の渋みたいな感じあるじゃないですか、だからここはちょっと今自分はねとうとう自分の主役になるチャンス来たんで、箱店の後に大きなトップを取るって意味ですか。いや違います、要するにデカトップの時にやられてるんですよ渋が、はあ、そうそうそう、黒沢先の十何万の時とか、ね、はい、なので割り送ってるイメージですよね。そうそうそう、やっとこう反撃というかね、うん、お返し、今度は俺がデカトップを取る方だ、そうそうそう、10万は超えてやるぞと、はい、思ってそう。イースーソーサブローピンのイーシャンテンまで、あ、イーソーがこれでちょっと減ってきましたね、結構薄いんだ、ここに統一ですもんね、うん、ただスーソーの方は残ってますね、うん、まあ、全然あるな。どうなの、さっき一発積もったスーソーサブローピン、イースーソーのイーシャンテンってことですね。はい、サブローピンが今あと2枚ですか。サルカーのカンローピンが1枚なんでこれどうするかな。まあでもそうよね、チャンタがあるからね、うん、うん、パーピンキューピンを引いてチャンタにしたい。うー、難しい、ローピン切りですか。そうですね、決してサブローピン、イースーソー多くはないけど、はい、リーチまで行っちゃえばなんかみんな降りてくれそう。どうだ、うん、そうもいかない、うん、サルカーローピンズバって引きたいけど、そうじゃなかったらパーピンキューピン引きたいですね。アサミね頑張ってるけどまだ一通のリアンシャンテンって感じですね、うん、引けるか。
なんか広くはなるけど違う、広くはなるけどドラが出ちゃう。ただもう順目がと思うと、そうだね、テンパイチャンスだったら間違いなくチーピン切りでも理想系がねちょっとなくなっちゃうんでね。あでももうとにかくテンパりたいんで、はい、はい、広くしました。ドラ1枚切ってテンパイへの受け入れをマックスにします。サルカはテンパイ役なし貫禄ピン、これじゃないっていう、これじゃないです ね、3色が欲しいですよね。貫禄ピンリーチはできないですね。バニー1枚切れてドラ表示、はい、はい、攻めて両面に変わってリーチ、そうですね、はい、サルカは渋川はこうなると両面引きたくない、もう頭できて、頭欲しい、違う違う、もうこの形のままいきますね。ずっとサルカはひょっこりツモでも結構ね嬉しいんですけど、ツモドライチ、そう嬉しいっていうのは、まあ、渋川のねこの親の連チャを止めるっていう意味でね、はい、さあ勝俣も来るぞ、いいシャンテン。サミはなんかね、まあとりあえず形は作ってるって感じ、来るか来た、うん、なんか違う、でもリーチだなね、ウピン短期、ウピン短期のリーチ、はい、これは勝俣と猿川が1枚ずつ持っていて山に残り1枚です。あ1枚あるんだ、はい、まあ、サブローピンの2枚とそう変わらんって感じですね。そうですね、はい、親リーチが来ました。小僧、そうね、老僧が早くて、まあ、ただ怖いけどね、うん、言ってますね、テンパイだから、はい、サルカーは役なし貫禄ピンを続行しています。アサミはもとより苦しい手でした。受ける準備はしているはずですが、サルカワのチーソーがやはりちょっと気になるか。そうですね、サルカワのつもぎで、まあでもねそこに打つ分にはいいかって感じですかね。いやこれね、渋川はなんかサブロピン引きたくないな引局するにしてもサブロピン引かずに終わってほしいな。逃した魚は見たくないね、見たくないよ、6セオールなんだもん。割とねあの場面はねどっちの選択もあったと思うんですよね、ええ、めちゃめちゃ欲張ってパーピンキューピン切る人もいると思うんで、そうですね、そうそう、渋川もそこはね絶対こっちやって感じじゃなかったからピンフドラさんのサブローピン待ちのテンパイになっているところですね。そうだね、そうなってる人も結構いるだろうなっていう感じなんで、はい、3万チーして1通のいいシャンテンにできますけれども、アサミ手が止まっています。完全に進めるならね全然行ってみる手はあるけど、現物パーソーを切れるんだ。あとは1通に必要なウーマンがすでに2枚見えている。うん、まあ切れてでもいいからな、うん、こうなったら、うん、一気通貫つかなくても逆なし先輩でもよし、うん、とりあえず展望増やしたいですからね。どうだ、つまみだ、すごい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 、これはちょっと桜ナイツ楽屋も4300円、いやこれはめちゃめちゃいいじゃないですか、先に1品ですよ、ね、あららら、本当により先に、いやこれちょっと楽屋の太郎さんちょっとドキドキしてんじゃない、大丈夫あらあら、しぶしぶやめてよみたいな、やめてよ、俺の記録を奪っていかないで、ね、まだ大丈夫か、まだ3万点ぐらいあるからな、3万点ちょっとですね、3万点って結構長いからね、はい。